サイクロイドとは、円がある規則に従って回転するときの円状の定点が描く軌跡として得られる平面曲線の総称である。一般に、サイクロイドといえば定直線上を回転するものを指すことが多い。サイクロイドと合わせて、外サイクロイドや内サイクロイドについても解説する。サイクロイド定直線に沿って円が滑らずに回転する、ときの円周上の定点の軌跡をサイクロイドという、 配線とも呼ばれる。サイクロイドは、トロコイドの一種とみなすことができる。同円の半径を、RM、回転角を敷いたとすると、サイクロイドの媒介変数表示は、X イコール RM、Y イコール RM。ディスプラスタイル、ビギン、ケイセス、X イコール R、マスム、M、Y イコール R、マスム、M。エンド、ケイセスサイクロイドの微分方程式は2イコール2。 rmy-1 ディスプラスタイルレフトハットにイコールフラックに R マスム My-1 外サイクロイド定円に外接しながら円が滑らずに回転するときの円周上の定点の軌跡を外サイクロイドというエピサイクロイド外配線とも呼ばれる外サイクロイドは外トロコイドの一種とみなすことができる定円の半径を RC 同円の半径を rm, 回転角を θ とすると、外サイクロイドの倍回変数表示は、x イコールコサインシー θ r m コサイン、y イコールシー θ r m シン、ディスプラスタイル、ビギン、ケイセス、x イコールコサインシー θ r m コサインレフト、2 x y イコールシー θ r マスム、m シンレフト、エンド、ケイセス定円と回転する円の半径の比が1、1の時カージオイド、2、 一の時にフロイドとなる。内サイクロイド庭園に内接しながら円が滑らずに、回転する時の円周上の定点の軌跡を、内サイクロイドという、ハイボサイクロイド、内配線とも呼ばれる。内サイクロイドは内トロコイドの一種とみなすことができる。庭園の半径を、RC、同園の半径を、RM、回転角を敷いた。ただし、RC、RM0 とすると、 内サイクロイドの倍回変数表示は、x イコールコサインシータ RM コサイン、y イコールシンシータ RM シン、ディスプラスタイル、ビギン、ケイセス、x イコールコサインシータ R、マスム、M コサインレフト、2x、y イコールシンシータ R、マスム、M シンレフト、エンド、ケイセス定円と回転する円の半径の比が2、1の時定円の直径となり、4、1の時、 アステロイドとなる、ありがとうございます。